これどういう意味なのね、金魚3匹って頭金金魚3匹ん？どういうこと？だって送信しないと。さて、行きますか。SSTR スタートしました。でね、びっくりすることが起きまして、初めてねリスナーさんに声をかけられました。ちょうど同じスタート地点でね、YouTube やってらっしゃいますかって言ってね、声をかけていただきました。初めてです。なんか嬉しいですね。なんかひょっとして同じ、スタート地点で会えるんじゃないかと思っててくれたそうです。嬉しいですね。さあ、そんなこんなで早速ね、何でしたっけ、竜田指定の道の駅に行こうと思います。太陽を背に走りますよ。太陽に追いつかれないように。そら無理やわ。さあ来たね。思ったほど寒くないね。一応インナー、防風インナー着てますけど、それ1枚で済んでますな。万が一と思ってもう1枚ウィンドブレーカー持ってきたんですけど、それ着なくて良さそうですね。今後ろを走ってるカブの人とねちょっと喋りながら走ってますわ。彼はなんか養老から滋賀の方に回って行かれるそうです。そう、スタート地点でお会いした方はずっと156号を通ってくのかな、せせらぎ街道、それから通って高山通って、多分五箇山とかあそこら辺を通って行かれると思われますね。で、僕は一回この竜田のね道の駅に行ってから、そこからねもう高速です。鹿島インター、一宮インターから高速に乗って中央道に入って、長野県の方からね今日は行きます。で、そっから新潟に入って糸魚川の辺からね親不知通って、で日本アルプスの端っこがね、日本海につながってるところがあるので、それを見ながら、行きたい、そんな風に思ってます。なのでね、
あのそういう、こう何か目標とかねテーマを持ってね、行けるといいなって思ってます。で、去年はね、まあ、偶然にもね、ムービーコンテストで優秀賞をいただきましたので、今年はね、ムービーのコンテストではなくて、まあ、やるとしたらフォト、写真の方かな。うん、ムービーの方はね、もっと才能のある方に賞をね、取っていただきたいと思いますので、今年は応募しないつもりです。いやー、いいね、ああやってね、いろんな方とね、お知り合いになれるのがいいですよね。この SSTR っていうのは普段でもね、バイクに乗ってると野営だとかね、そういったコミュニケーションはあるんですけど、ことさらこういうね SSTR みたいなイベントがあると、それに向かってね、みんなが同じ、目的っていうかね、目標でね、参加してるので賛同しやすいですよね。今年はね3800台だそうです。去年が3000台。おお、太陽が上がってきたね。そうするとね、今日はね日中の気温がね、30度超えだと聞いてます。なのでちょっと大変です。30度か、耐えられるかな。で、多分この SSTR を走り終えるとリアタイヤが、寿命なんじゃないかなと思ってますので、また交換ということですな。本当にそうやって思うとバイクって趣味の乗り物なんだなって思いますな。みんな目的一緒だね。ってことはあそこすげえ混んどるってことか。うわ、まあ周りの人も何やと思うわな、なんで今日こんなバイク来るんやって思うやろね、知らん人は。はい、竜田の、道の駅を過ぎたんですけども、ナビ上はまだ寄ってないことになってて、引き返せみたいなことになってたんで、ちょっと今修正しました。あー、めんどくさ。はい、じゃあ続いてどこ行くんだったっけな。次はもう高速乗っちゃうのかな。よいしょ。でね、去年もそうだったんですけども、竜田の道の駅は朝あんまり早いと空いてないのでスタンプが押せません。それは分かってたので、位置情報だけ登録してね、であとはしおりに、スタンプ以外の部分だけ書き込んで、よしとしました。これどういう意味なのね、金魚3匹って。頭金、金魚3匹ん、どういうこと。
Thank you.